どうもこんばんは。はい、ということで8回目です。8回目ですね。8回目です、はい、始まりました、はい、カモンマテリアル、はい、マテリアルの小坂部です。カモンのユラです。よろしくお願いします。はい、ということですね。はい、はい、なんか置いてあるんです、はい、赤いやつが、赤いやつが、はい、燃える男のという、なんか前回からちょっとたまに歌うというふうにやってるんですけど、はい、はい、こいつがですね、MacBook Pro が、はい、やっとやってきまして、来ましたか、私の新相棒です、はい、はい、新しい相棒です。これ赤いやつは、はい、なんですかこれ、なんか、あ、そう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 、あのカバー、あのケースをつけてますね。これは下も全部ついてます、ね、下もついてます。だからあのこれね、いい塩梅になってるのが、これ裏見ると分かるんですけど、メッシュが入ってるんで、うん、あのここからあの熱が逃げるんですよ、ね、はいはいはい、うん、だから熱暴走しにくいっていう、うん、でかつあの傷もつきにくいっていう、はいはい、そしてなんとキーボードまで赤いカバーがついているところ、ね、見えますかね、うん、はい、新相棒なので、はい、今日もちょっと意味なく連れてきてもらいましたどんだけ嬉しいねまあ、あの実はの今回ライブ配信とかをあの受け持ったりとかすることが増えてきたので、はい、それ用の機材とか揃えるのに合わせて移動中に編集できないのがめっちゃ辛くて、うん、だからまあちょっと新しい相棒、はいはい、もうこの人 あの動画編集もできれば、イラストレーターとかで、あ、あのデザイン系とか、はいはい、フォトショップも入ってるんで、事務仕事からデザインから動画仕事まで全部一気に全部、うん、全部やってくれることになると思いますと、はい、今ほら応援部ってやってるんですけど、はい、動かなあかんねんけど、動いてる間に何もできないみたいなのが一番困るので、でそれこそあの長崎とか行ったらもう4時間とか5時間とか移動時間かかるんで、それは結構その間に俺編集したいよなっていうね、ずっと思ってたのが、なんとかそれで実現しそうなので、はい、まあ、それに付随してですけど、お店を使って、まあ、手ぶらで YouTuber という、うんその辺をちょっと使いますよっていうのを言ってるんですけど、うん、はい、だからそのまあウェブシステムをあの購入したって聞いたんで、うん、うち今多分あの、まあ、パソコンで配信はできます、はいはいはい、まあ、これも使えます、うん、まあ、照明も使えます。でそれ以外のオプションをカムイさんにお願いしようかなと、うんうん、なるほどなるほど、はいはいはいまあどんなことができるのかっていうのを、いやいやいや、もう任せてください。すごいですよ、スイッチャーまで持ってる形になるんで、うん、カメラ何台もつないで、うん、スイッチングしながら、しかもあの画面の中にワイプ画面入れたりとか、はいはいはい、であるいはその番組のタイトルずっと入れとくとか、はいはい、全部そのスイッチャーできるんで、はいはい、もうはっきり言ってテレビ番組の生放送に近い形が、うんうん、あのライブ配信中にできるので、はいはいはい、まあ、そういうことも含めてやろうと思えばできますね。そうですね、それはまあオプションでやってもらうかな、うん、はいはいはい、もう全然全然、はいはい、まあ、今 YouTube ってほんまにその欠かせないものになってきてるんで、うん、まあ、ある人が言うにはもう、え、なんでやれへんのかわからないみたいな、やってない人はもう仕事やる気ないんだろうみたいなとこまで言われてるんで、はい、あ、そこまで来るかなるほどね、なるほどね、なるほどね、はい、自分の番組作れるわけじゃないですか。そうです、全くそのとおりです、ね、自分で考えて、はい、でカットもされずに自分で言いたいことを言える。まさに僕らがまさにそれやってるわけですからね。すごいですよね、それはね、うん。人のためというか、その何かしらこうね、うん、へーっていうようなことが情報が流せればいいのかなっていうのは、うん、思いながら、まあ、僕らも配信はしてるんですけど、ね、はい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 。だからそれをね、活用して、うん、あのいろんな人がどんどんいろんな情報をね、そうですそうですそうです。このマテリアルから発信していってくれたら、はい、僕もね、だからここをなぜ使ってるかといえば、空間としてものすごいしっかりしてるから使いやすいんですよ。うん、だからスタジオどっか借りるって言ったらまあお金かかるじゃないですか、うん、カラオケボックスやらなんやらいろんなとこありますけど、はいはい、まあ、結局そういうところで借りてなんやしてってなったら、いろんな設備やらなんやら付帯してきますよね、うん、でそのことを考えたら3時間5000円で、はい、1時間1000円ちょっとで借りて、はい、で YouTube で配信、生配信できるって、まあすごいとは思いますけど、はいはいはい、で自分の番組も、そう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 そ、ね、うん、で生配信やから言うたら言うただけでいいわけで、はいはいはい、別になんか難しいことをその後加工するとかでもなく、そうですそうです、うん、まあ、まあ言うと、まあ、撮影しといて、うん、後で編集っていうのもまたオプションでできるかな、もちろんもちろんもちろん、はいはいはい、うん、だからまあライブ配信でも後から配信でも全然 OK かなっていうのはあるかなと思ってるんですよ。可能性はね、いろいろあるので、そういう意味ではこの場所の可能性をどれだけうまいこと使えるかっていうのは、うん、まあ、そのチャンスをどんどん生かしていっていただければという感じですかね、はいはい、では、はい、早速メイントークの方にも切り込んでいこうかなと思うんですけど、はいはいはい、前回前々回とちょっと芝居論っていう形で、はいはいはい、あのタイトルもバチバチ芝居論、うん、パート1パート2とかって、はいはいはい、で、今日3回目なんですけど、前回の話の中で僕すごいね、はい、あーと思ったのが、
自分を客観的に見るって、これすごく大事だと思うんですよ、はいはい。まあ、例えばね、映像の世界でよくあるのが、舞台役者さんが映像の仕事入ったと、はいはい、でカメラ置いたって、カメラの前で、はい、芝居しなさいってなった時に、喋りながら動いてしまってフレームアウトしちゃうっていうのがあるんですよね。うん要は自分がフレームの中でどれぐらい映ってるのか分かってへんから、はいはい、この固定カメラやから人が動いたらフレームアウトしてまうやんみたいな話なんですよね、はいはい。でこれも有名な話だと、天海祐希さんとかが実はそれを結構やって、ディレクターに嫌がられて最初のうち使ってもらえなかったらしいですね。うん、あの喋りながら移動すんなとかってめちゃくちゃ言われて、それに慣れなくて、はいはいはい、逆にカメラの前で演技するっていうのがすごくマイナスに感じた時期があったみたいな話があったりとかするんですよね。で、はいはい、要は自分がちゃんと見えてないから、うん、そのどこまでどうやっていいかっていうのが全然わかんないみたいなのってあると思うんですよ、うんはい。で、大阪部さん自身もテレビの仕事で、うん、よく出た時に自分の動画チェックして、はい、瞬きをよくしてるからこれをやらんようにしたらちょっとそのスキルが上がったみたいなことを言うたはったと思うんですけど、まあ、でも瞬きをしなくなるだけで演技が上手くなるっていうのは俺違うような気がするんですよ。それはないですね。それ違うんですよ。それはないですよ。そういうことじゃないでしょ。それはないです。うん、だから瞬きをしなくなるっていうこと、多分その自分をそういうふうに見るという訓練をしていくということだと思うんですよね。そうですね。まさに。はい、だからその辺のことを、うん、何やろう、その例えば瞬き以外のこととかでもそうですけど、うん、何が見えてくるのかなとか。そういう話が今日できたら面白いかなと思ってるんですけど、さっき の、うん、天海さんができなかったっていうのは、その多分もう舞台の方が身についてるから、はい、このちっちゃい演技ができなくなってくるっていうことですね、うん、多分ね。だから映像の演技がそこでそうこう制限ができるっていうのも、やっぱり映像の方しかできないこともありますし、まあ、もちろん舞台役者も慣れればできるんですけど、うんうん、なかなかできないとありますね。その多分声でかすぎるとか、うんうん、それでしか感情入らないとか、それってやっぱり今入りすぎてしまってる。でその一方的にこう出すっていうのがあるじゃないですか、舞台で、うん、でまあお客さんに伝える。多分映像は多分ワンクッション入れなダメなような気がするんですよ。でそれが客観的に見れてるかっていうのがそういうところで、入りすぎてるけどでももう一人自分がこう見てるみたいな、うんまあ、多分その なんて言ったらいいんですかね、その伝える人、まあ、今もまあ YouTube で、うん、ライブ配信をやってるじゃないですか。伝える人をちゃんと明確に思うんですよ。なるほどなるほどなるほど。明確な人を一回作って、うん、ワンクッション入れてその人に伝えれるようにこう喋るみたいなことをしていけばいいのかなっていうのを、映像に関して。なるほどなるほどなるほど。舞台は直なんで分かりやすいじゃないですか、うん、もう目の前にいますからね、はい、でもカメラ前の人って見えないんで、うん、自分で想像するしかないじゃないですか。確かに。でそれをまあどういうふうに見られてるのかとか、うん、カメラに映ってるのがまあこういう感じで映ってるから、まあ、ちょっとたまにチェックしながら、うん、でまあその人に向かって喋ってる、まあ、もちろんその向こうにいてはるみたいな感じで喋ると、うん、伝えやすいのかな、客観的にまあ若干見れてるのかなっていうのも思いますけどね。なるほど。その演技を客観的に見るのではなく、どうしても入っちゃうと、入ってしまうともう自分だけになっちゃうじゃないですか、うんうん、入りすぎると難しいんですけど、そうそう、でもその意識、誰に見せてるかとか、やっぱりちょっと意識はあると思うんですよね。どっかにこういうふうに見せてるぞっていうのが。僕ら例えばその本ってまあ脚本をね、はい、書いたりとかする時もよく言われるのが、その作品の中に入り込みすぎてると、ちゃんとそのバランスが取れなくなると。思い切り感情のこもってるところだけやったら、うん、ボリュームが厚くなって肝心のところが薄くなったりとかして触れへんやんみたいな話になるっていうのがよくありますよね、うん、初心者の頃に、はい。でそうじゃなくて、客観的に作品をもうちょっと突き放してみる。例えば一回書いたやつを一週間とかほったらかしにして、はいはいはい、でもう一回見直してみたらなんか皿の目で見れるみたいな話とかってありますよねはい、はい、だからそういうのとまあ同じじゃないですけど、うん、演技だけではなくて、やっぱり客観的に自分の作品なり自分がどうなってるかっていうのをチェックするって、やっぱ上達のポイントであるのは間違いないですよね、うん、確実に見ないとダメですよね。それは昔ほら、川見世阿弥、川見が言ってたかな、うん、理官の、理でしたっけ、離れたところから自分を見る目っていうのが、もう一個あるっていうつもりで演技をしなさいと。はいはいはい、だから自分が自分の中から外を見てるんじゃなくて、うん、自分が自分の後ろ
ちょっと離れたところから上から俯瞰しながら見てるように、うん、舞台を見なさいよっていうふうに、はいはい、世阿弥が言ってた。まあ、それって同じことだと思うんですよ、多分。はいはい、うん、そうですよね。まあまあ難しいんですけどね、これね。難しいですね。めちゃくちゃ難しいですけどね。はい、自分の、例えば今僕が喋ってる声は自分には聞こえないわけじゃないですか。はいはいはい、自分ではこんな声でって思って聞いてるけど、うん、実際に撮影して聞いてみたら全然自分の声って違うでしょ。最初はちゃいましたね。ね、 今はもう慣れてるんで、そう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 、こういう声やってるのも覚えてるからいいんですけど、うんうんうん、最初気持ち悪かったですよね。めちゃくちゃ気持ち悪い。そうそうそう。俺こんなに声高かったっけとか思うんですよね。もうちょっと俺渋く喋ってるつもりやねんけどとか思うんだけど。確かにその同時には多分見てないと思うんですよね。うん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 、でもどっかで見てるん で、うん、でそれをやっぱり後で見たりしたらやっぱ覚えてると思うんですよ、自分がね。うん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 、でそれがこう積み重なっていったら、うん、まあ、そういう演技をやってるっていうのも自分で分かるという。はい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 。多分それがまあ上達法、もうそれしかないと思うんですよね、その積み重ねていくっていうこと。まあ成功体験なのか失敗体験なのか分かんないですけど、うんうん、例えば一回、まあ、演技をしてみました。で評価が下る、うん、でその評価を一つの基準にして、じゃあこの間の評価が低かったからもうちょっと上げた方がいいんかな、下げた方がいいんかなっていう、うん、そういう経験が積み重なっていて、みんなその上達していくっていうのはあると思うんですよね。はいはいはい、ただそれって外部から の刺激というか外部からの意見で変わっていくっていう話になるんですけど、自分でそれをやるということなんですよね、これ結局。そうですね、人から言われて、人に言われたことを直すで、うん、言われた通りやってるから大丈夫、そんな話じゃなくて、はいはいはい、逆に言うとそれって一番信用できへん話なんですよね。うん、だって変な話、演出が変わったらその演出家によって全然言うこと変わってくるわけでしょ。はいはい、うん、だからこの間までの何々先生が言うとはったやつはこうやったのに、うん、何々先生のもと言ったら全然反対のこと言われちゃうみたいな感じで、はいはいはい、出てくるわけじゃないですか。はい、だから、何が要求されるのかはその場によって全然変わってくるから、はいはいはい、そう考えると他人の意見を元にやってると振り回される話になるんですよね。うん、そうです、そうです。だから要求されるものが何かはそれ違うのが当たり前で、自分の中でちゃんと基準持ってたら振り回されるんじゃなくて自分の中でアジャストしに行くだけですもんから。そうです、そうです。だからそこが多分僕なんていうんですかね、本当にプロの人たちが慌てずにちゃんと それぞれの仕事をこなしてはるっていうポイントじゃないかなと思うんですよね。だから自分なりにまあちょっと似てるよ、今ビジネスの話をしてるのがちょっと似てるなっていう感じなんですけど、はいはいはい、その何かしらするじゃないですか、うん、まあ、失敗するじゃないですか。よくそれ失敗って思わないようにしろって言ってるんですよ。ああ、はいはいはい、はい、それが自分の思ってた成功じゃないところにまだ行ってないだけであって、で確かに失敗やと思うけど、はい、そうじゃなくてじゃあ違う方法でそこに向けよう、でまたそれがあかんかったらまた違う方法でそこに向けようって言ってそこに到達すれば、うん、一応まあ成功じゃないですか。そうですね、はい、でそれまでが失敗、一応失敗って言うけど失敗じゃないと思う。そうそうそう、方向転換するだけなん で、 そうそうそう、でただそこに行き着くまでに失敗やから諦める人が多いんですよ。わかる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 。失敗じゃないやん、まだそれそこまでゴール行ってないのにそれを諦めることが失敗なんじゃないのっていう。でそれがちゃんと感情にしても、うん、例えば悲しむとか、はい、楽しんでるとかなんかするっていうのが自分の中で持ってればどういう見せ方でも多分求めてる監督が求めてるゴールが分かってれば、ね、方法だけちょっと変えるだけで絶対ここに行くじゃないですか。ほな OK 出てくると思うんですよ。うん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 、でもそこまで行き着いてない人が多分人の意見だけでこう言ってるからってなるのかなって、今ちょっとなんかちょっとつながった感じですね。ものすごいね、はい、面白いなと思うのが、まあ、僕、まあ、監督やらせてもらってなんか作ってるじゃないですか。そしたら監督どう思いますかって俺の意見ばかり聞いてくれるんですよ。あ、いやそうじゃないねんって、お前はどうやねんって、うん、お前がこの役を作ってんねんから、はい、お前はそれでいいんかあかんのかって、はいはいはい、だって映像作品って怖いのがねずっと残るんですよ、はいはい、4年前だろうか5年前だろうか拙なかろうが何だろうかずっと残るんですよ、はいはい、でそうずっと残る作品にその人は私はまだ全然スキルがない時に出たやつやからって言い訳してるつもりかもしれんけど、その言い訳ってだって見てる人にとっては言い訳聞けないわけでしょ、はい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 、だってその人がいるところでずっとかかってるわけじゃないから、はいはい、そうなるとめっちゃ拙い演技の
あの作品がずっと残っていく、はい、だからお前それでええんかっていう、僕がいつも聞くのはそこなんですよね。いや俺の中ではそれでもいいよって、はいはいはい、けどお前はそれでいいのかって、うんうん、もう一回自分の演技を考え直してみて、ほんまにそれでええやったら俺は OK 出すけどそれでいいっていう、はいはいはい、あのそれ何を聞いてるんですかね。いやあのね、正解を聞いてくるんですよ。正解、いやもちろん正解はあるかもしれないですけど、いや正解なんかないじゃないですか。ないですよそれは。ないのに、うん、あの正解を求める人っているんですよ。うーん、あの OK って言われないと安心できない、はいはいはい、だから安心したいから OK ですかっていうのを確認して、うん、いやそうじゃないって。そう、それはもちろん監督として時間的な余裕とかその次の工程もあるから、はいはい、先進めなあかんから、うん、もうここでねっていうのはあったとしても、はいはい、クオリティっていう部分で言ったらこれで OK かって言われたら、いやなんぼでもパターン、いろいろなパターン考えられるから、ね、うん、これで OK ではないよとしか言えない。それ僕逆にそれ不思議で、すげえ不思議です、ね、うん、不思議でしょ、不思議でしょ。逆にその NG が出ていった時に、うん、え何がダメなんすかっていうのは聞くかもしれないですけど、出たらね、うん、まあ、そういうことあんまりないんであれですけど、うん、えこれ今のでいいですかっていうのを聞いたことないですだって OK 出たら OK じゃないですか、うん、自分はそのつもりでやってるんで。そう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 、そういうことですよ、ね、そういうことですよそういうことですよ。でこれでいいのって聞いてくる人が僕はもう、いやだからお前確認しに来んな、正解確認しに来んなって、うん、それちょっとおかしいですよね、うん、いやでもそういう人っていますけどね、はいはい、何の、いや別にこれ演技だけの話じゃなくてね、仕事の上とかでもね、そうですね、うん、これでいいですかっていちいち確認、うん、いやそうじゃなくてお前がええんかいお前の中に基準がなかったら俺いつまでもお前から確認されんねんけどみたいな話でしょ、はいはい、ってだから要するに何が言いたいかっていうと、自分を客観視できる人っていうのは答えちゃんと持ってるじゃないですか、はいはい、持ってるというか自分なりに答えを見つけ出そうとした結果、うん、演技であったり、まあ、仕事であったりというものになっていくわけでしょ、はい、で、客観して自分ではここまでかな、もうちょっと行った方がいいかなっていうところのここを取った、うん、で終わった後、すいませんここまでやってみたんですけどもうちょっと下げた方がいいですか、これありだと思うんですよね、はいはいはい、この質問もありだと思うんですよ、うん、考えてるなこの人と思うから、はいはい、そうですね、自分見れてます、ね、そうそうそう、それができる、そうそうそう、それがもう、あのもう何もなくて今のでいいですかいやだから今のは今のでっていうのは今のお前の目線なのか声なのか演技なのか何を聞いてんねんっていう、もう広すぎて意味がわからんっていう、答えようがないみたいな。あ、なるほどね、うん、まあ、でもいろいろなんかつながってきますね、もう一緒ですもんね。あ、そうですよね、まあ、もちろん技術的には違うけど、あの僕仕事のことでね、うん、同じことを言うとしたら、うん、あの例えば1人2人3人ぐらいでやってる仕事あるじゃないですか、うん、でそれを1人が指示をしてたら1個の仕事なんですよ。あ、分かる、作品作りも監督ばっかりが指示してたら1個なんですよ、ね、そうそうそう、でそれが10人、まあ、2、3人でやってるとして一人一人がちゃんと責任を持ってそれぞれやってくれたら1じゃなくなるんですよ、うん、そうです。で3人がもう5ぐらいになっちゃうんですよね。そこを目指してるじゃないですか。いや、もう、もう、もう、作品、ものすごく分かる、それ。そこを目指してるのにそれ以上をなんでしてくれへんのって思うそ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 う、分かる分かる、自分の責任持って自分 の、 あの役をやってくれたら、うん、はいはい、2人寄って1個の作品作れば、うん、多分 2. 点何本とか、ね、そうそうそう、3とか大きくなると思う、大きくなる、 2、 2には絶対収まらないから、ね、はい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 、それが1人指示を待ってたら1なんですよ、うん、2人寄っても3人寄っても、そのとおり、10人寄っても1なんですよね。答えをね、自分で探さずにね人に答えを求めるとそうなるんですよね、はい、そこを分かってない人が結構多いな。これもう時間来たんで、はい、次回にここから回したいなと思うんですけど、ね、これね、僕ね大阪問題だと思います。うんもう結構爆弾発言しましたけど僕、いやもちろんすごい人たくさんいますよ、はいはい、いますよ。でもそうじゃない人たちもたくさんいるのも確かなので、まあ、その辺ちょっと地域性の問題とかいろいろあるかなと思いますね。それもあるかもしれないですね、うん、まあ、その辺についてちょっと次回にパート2盛り上がると思うんで、また次回に回したいと思います、はい、わかりました、はい、じゃあそろそろ呼んでみたいと思います。あゆさん、はーい、お待たせしました。はい、27、28、29、月火、水の3日間で500円のランチが半額の250円となっております。条件が2つありますので、条件クリアして半額をゲットしてください、うん、
はい、ムービーズカフェマテリアル上町を Google で検索していただいて、お知らせのページを見せてください。そこの口コミを書いていただくのが一つ目の条件。もう一つがこちらのお店の公式 LINE の、登録をしていただくのが条件となっておりますので、どうぞよろしくお願いします。はい、このお店から毎日、はい、YouTube のライブ配信をやっております。はい、マテリアルチャンネル、はい、はい、ぜひご登録お願いいたします。いはい、はい、不定期で夕方18時頃も、はい、配信しておりますので。まず定期でやってるのは朝10時からやります。はい、はい、で夕刊があるかもしれない。夕刊が不定期でやってます。はい、それは不定期やけど毎日ではなくっていうことで、それはそれとも時間が不定期、毎日ではなく、毎日ではなく、気が向いたらやってるみたいです。18時頃にやっております。はい、最近はほとんどやってますね。お、はい、素晴らしい。毎日2回配信しておりますので、はい、そしてこれが、はい、週刊マテリアル通信これね。そうですね。そうですね。はい、はい、店長のお坂部さんとあゆさんが毎日、はい、お話ししてますので、はい、はい、ぜひぜひチャンネル登録お願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、では帰ります。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、今日もちゃんとあれですね、回ってます。紙下で、はい、まあ、それは覚えたんだ。はい、では、はい、行きましょうか。はい、高橋さん。はい、おい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、シネマコミュニケーター高橋幸です。はい、よろしくお願いします。シネマトゥーユーのことです。今日からちょっと何ちょっとやり方を変えて、はい、横の人と一緒にいるかなと思います。はい、はい、はい、ね、いろいろ紹介させていただいておりますけども、はい、なんか大阪部さんをね、崩したいということでね、はい、ちょっと恋愛もんばっかり続けております。はい、お、うん、はい、先週は、前回はカエルの紫のバラでね、あ、はい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 、今回もちょっと崩してみたいなと思いますよ。はい、今回です、はい、はい、ラブストーリーズっていう作品なんですけど、はいはい、実は、サブタイトルでなしにね、ラブストーリーズ日本の映画なんですね。ラブストーリーズ1本は、コナーの涙っていう映画です。はい、でもう1本はですね、エリナの愛情という作品です。はい、ラブストーリーズ、の題名がつきます。コナーというのは男の人なんですけど、そのラブストーリーズコナーの涙は男視点で物語が進みます。なるほど、なるほど。ほんで、そしてこっちエリナーの愛情は女性目線で、視線で行くんですけど、まあ、やっぱ公園でデートをしてるとしますよね。うん、女の人がさっき歩いてますよね。これ男の目線で行くと、女の人が前にいるという形の、うんうんうん、とか映るんですね。なるほど。でも女視点で行くと、その女視点の映画の方で行くと、後ろに彼がついてきてるっていう映画の映画なんで。なるほど、なるほど、面白い、面白い。はい、だから結局、まあ、男女の中で彼は何を思ってるんだろう、彼女は何を思ってるんだろうっていうところも描いてて、まあ、例えば道の途中で急に男性が運転している車が通ります。女性が声をかけます。はい、これ男性目線のところから行くと表に女性がいるわけです。そこで話しかけるシーンだったんですね。はいはい、で逆で行くと女の人が男の人に声をかけるという、うん、これだから各々別の作品になってます。でも状況は一緒の場面も何回か出てくるということですね。はい、全く別の作品っていうことですね。全く別というか、うん、日本あるという、日本ある。だから交互に出てくるとかじゃなく、はい、完全に分かれてて、で目線が女性と男性に分かれてる、ね。はい、で、まあ、その男の気持ち、女の気持ち、はいはいはい、そして2人の愛はどうなるということなんですかね。で公開時は1本別々で公開したんですけども、ほんとは DVD の特典にこれが時系列で1本になってるやつもあるんで、これは劇場未公開なんですが、今回は私紹介したことで、なんか DVD が気になってしまって買おうかなと思ってね。これ非常にそういう形ですね。で、まあ、ちょっとその状況が変わると色の写し方が変わる、微妙に面白いです。だからこれ日本を同時公開だったんですけど、どちらを先に見てもいいんですよね。ああ、そうですよね。でもまあちょっと、まあ、見る順番というのはやっぱり男の人は男を先からかなという感じでやってます。はい、これはですね、エリーナはジェシカ・チャスティンって言ったらゼロダークサーティーとかインターステラを出して、ああいう宇宙もやるといいっていう人ですね。で、この役は、X-Men シリーズに出てますね。新シリーズ出てまして、2人は X-Men ダークフェニックスでも共演してるということでございます。で、当時はこの監督とこの女性の女優さんが付き合ってるという
そういうのも監督はちなみに誰、監督ね、この作品だけなんですよ、うん、だね、ネット・ベンソン監督、ネット・ベンソン、はい、でもね、この今年11月6日公開予定のブラック・ウィドマーベルです、はいはいはい、あの原案者とも言われてます、はい、おー、はい、なんで今後また今年ちょっとこのタイミングでご紹介したいなと思います、よろしくお願いします、はい、ぜひともこの大阪さんちょっとハマってほしいなぜかあのロマンス劇場に対抗したんですけど、なんかあれですよね、あのバトンがどんどんなんか飛んでくるよねあの、まあ、もうこのタイミングからせっかくやから言うときますけど、はい、見ましたよ、空飛ぶタイヤ、あ見ました見ました、はい、あの、うん、まあ確かにあれ考えさせられますよ、うん、そうでしょ、考えかん、うん、うん、って感じですね、うん、そう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 、あのだから要はね、大企業がどうやってこの中小というか零細企業みたいなのをこう封じ込めていって潰していくかと、あとその大企業の中でのこの出世争いじゃないですか、はいはいはい、あのそういうものも利用しながら情報を操作していくみたいなね、そういうところのえっぐいところをなんか見せていってくれてるみたいな感じなんですけど、多分あの映画好きでよくいろんな映画を見てる人には物足りないところがちょっといくつかあるんだろうなと、あの演出はね、逆に言うとあのすごい引いてあって、いわゆる池井戸作品って結構あの熱いやつが多いじゃないですか、あのこうなんか前のめりみたいな、顔面ドアップバンバン出てくるみたいな、まあまあ、あれは福澤監督の趣味ですけどね、うん、そういうんじゃなくて、はい、結構引き絵が多いし、心情を表す時でもかなり引いた絵で撮ってるのが多いですよね、多くてもウエストアップぐらい寄ってても、うん、あんまりこう表情に寄りすぎないみたいな絵が多かったなと思いましたよね、うん、まあ一つのね、そういうことあったんやみたいな、そうですね、一応あのフィクションなんですよ、一応フィクションなんですよ、うん、あのもちろんあそこで出てくる内容は全部ほんまとかじゃなくて、うん、あのいわゆるあの昔 の三菱ふそう自動車 の、うん、あの、リコール隠しの話が、まあ、ベースに引かれてて、うん、まあ、そこからいろんなあの人間模様が描かれてるっていう感じではあるんですけどね、うん、はい、しっかりしてるんですけどね、うんうんうん、しっかりしてる作品なんですけど、うん、なんかね、感情移入しにくかったよね、確かに、うん、あ僕はね、これもあくまでも一個人の意見なので、感情移入、うん、そう、うん、なんかね、結構ね、結構ね、こうあの寄せ付けないっていうところがいくつかあって、だからあの佐々木蔵之介が出てきた時が一番こう、うん、おーってこう力が入った感じがしました、ということで、はいはい、エンディングなんですけども、はい、はい、あの僕今日こうなんかちょっと変な感じに多分あの見てる人こいつ何つけてんねんと思ってると思うんですけど、まああの最小限のスタッフでやっておりますあの音がねちょっとね不安定なところがあるので、はいはいはい、それを、まあ、一応確認しながら、今、配信をし配信とか録音をしてるというかなので、こんな感じでこう今日はやらせてもらってますけど、はい、あんまり気にしないでください、はい、雲行き怪しくなってきましたね、でもね、東京が結構えらいことになってきて、うん、大阪もだいぶ増えてきてたりとかするんで、ですね、なんか GoTo キャンペーンもちょっとなんか見直すみたいな話がちょっと出てますから、あのすいません、これ1週間後に配信されているのでだいたい1週間前の状況だと思って見ていただければいいんですけど、はいはい、進んでるかもしれない、もうだいぶ進んでる可能性はどえらいことも、もうどえらいことになってる可能性はあるんですけど、本当にどう考えてもあれ第2波始まってるようなみたいな話ですからね、うん、東京ね、大阪もまあまあな人数に来ているので、増える言うてますもんね、そうなんですよね、だから本当にあの8月、まあ、8月はあれですけど、8月でも俺もいいです、そうなんですよ、8月にだから食い込んでいくのがちょっと心配なんですよね、うんうんうん、ちょっとまあうちも映画の仕事を受けてるんで、ああそうですよね、そこがちょっとね怖いな、あ映画の仕事といえばあの最近の映画の撮影とかもフェイスシールドとかも、うん、全部ね用意しなあかんでしょ、その大変ですよ、ラインに乗っ取ってやるな、ね、え、そうそう、あ、あとあれですよね、はい、あの仕事がちょっと飛んじゃったりとか、はい、宮古越えができなかったねえ、実際ありました、はい、東京からね、はい、あの演者の方が来られるやつとかがね、はい、ちょっと飛んじゃったりとかしてますけど、はい、まあ本当にどうなるかまたわからないですけども、まあ、僕ら配信はねできるだけ続けていこうと思ってますので、またその流れの中でいろんなことがお伝えできればいいんじゃないかなというふうに思っております、はい、じゃあまあということで、はい、今日はこれで、はい、終わりたいと終わりたいと終わりたいと、はい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 、思います、はい、どうもありがとうございました。